キルステン・キャロライン・ダンスとは、アメリカ合衆国の女優。子供の頃からの愛称はキキ。これは、子供の頃自分の名前が発音できず、キキと言っていたことから。1982年4月30日に、ニュージャージー州ポイントプレサントに誕生する。父は、ハンブルク出身のドイツ人で、母は、ドイツ系とスウェーデン系の血を引いている。 1987年生まれの弟がいる。宗教はルーテル教会。2011年にドイツ国籍を取得。1991年に母親と弟と共にロサンゼルスに移る。1995年に母親が離婚を申請し、両親は離婚。3歳でフォードモデルズやエリートモデルマネジメントと契約し、 約70本の CM に出演。1989年公開に、オムニバス映画、ニューヨークストーリーで、ウディアレンが監督した、オイディプスレックスで、映画デビュー。1994年公開の、インタビューウィズ・ヴァンパイアで見せた、少女級血気、クローディア役で、ボストンに映画批評家協会賞助演女優賞などを受賞し、 ゴールデングローブ賞女演女優賞にノミネートされた。また、同年公開の若草物語での演技も高く評価され、小役ながら注目を浴びた。その後も順調にキャリアを重ね、1999年公開のキルスティン・ダンスとの大統領に気をつけろ。や2000年公開のチアーズがヒットし、ハリウッド期待の若手女優となる。なお、 日本では1989年公開作品であるが、アメリカでは1998年に公開された、魔女の宅急便のディズニー版において、危機役の吹き替えを演じた。くしくも、キルスティン・ダンスと自身の通称と同じ、キャラクター名であった。2002年から2007年公開の、スパイダーマンシリーズでは、ヒロインのメリー・ジェーン・ワトソニ役で出演。 2006年公開のマリー・アントワネットでバージン・スー・サイズ以来のソフィア・コッポラとタッグを組みタイトルロールのマリー・アントワネットを演じた2007年に短編映画ウェルカムで映画監督デビューを果たした2011年ラース・フォントリア監督の映画メランコリアに主演し第64回カンヌ国際映画祭で女優賞を受賞した2015年 テレビドラマシリーズ、ファーゴ、ファーゴにレギュラー出演している。2016年、第69回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門の審査員に選出される。モナリザスマイルで共演しこういうのあった、マギー・ギレンホールの弟、ジェイク・ギレンホールと何度かの交際と破局を繰り返した後、後2005年末に完全に破局。2007年3月から、 イギリスのロックバンド、レーザーライトのジョニー・ボレルと交際していたが、破局した。2017年、ファーゴ、ファーゴで夫婦を演じたジェシー・プレモンスと婚約した。2018年5月、第一子が誕生した。2021年5月、第二子となるジェームズ・ロバートが誕生した。民主党支持者であり、2004年の大統領選挙では、ジョン・ケリーを、 2008年の大統領選挙ではバラク・オバマを支持した。2008年2月にアルコール依存治療のためユタ州にあるリハビリ施設に入所した。入所理由は薬物治療ではなく鬱状態の治療のためである。2011年にドイツの市民権を獲得した。2014年8月31日に発生した2014年アイクラウドからの 著名人プライベート写真大量流出事件の被害者であるが、他に100人の有名人のプライベート写真が盗まれた可能性が浮上した後に、最初に Apple を公然と批判した被害者となった。自身のツイッターに、ありがとう。iCloud というコメントを投稿した。ありがとうございます。